加藤です。本日は、もうこれ3冊目か4冊目かもしれません、元ニューヨークタイムズなどの東京支局長あるいはソウル支局長をなさっていたヘンリー・ストークスさんという、イギリス人の方ですね、最初に来られたのは1964年の東京オリンピックの年ということですから、すでに在日、50年を超えて、もう奥様も日本人でいらっしゃるようですから、本当に日本のことに詳しい。三島由紀夫とも親交があったりして、もう私が知らないような話もたくさんご存知ですし、今日これからいろいろ紹介しますが、日本の歴史についても本当によく勉強していらして、親日派の最たる今記者 OB か、現役と言ってもいいでしょうかね、だというのを思います。今回のタイトルは日本大逆転の大が大きい文字で書いてありますが、日本大逆転という名前の本になっております。それでですね、これもちろん全部は紹介できませんから、ピックアップして、2点といいますか、2つの項目についてちょっとお話、この僕から取り上げさせていただきたいと思います。一つは私も知らなかったんですが、そういうことかと思ったのは、要するに今といいますか、米朝首脳会談が6月12日にありまして、その関連で今度は日本が北朝鮮に拉致された日本人拉致被害者を取り戻すために、日朝首脳会談をいつ開くかという話が話題になっておりますが、その関連でこのヘンリー・ストークスさんがお書きになったことで、そうかと思ったのは、私が目を見張ったのは、北朝鮮の拉致が始まったのは朝鮮戦争開戦からわずか3日後の1950年6月28日だったとの報告である。朝鮮労働党中央軍事委員会はこの日、朝鮮人民軍に対し政治的経済的そして社会的に卓越した人材を拉致し、彼らを再教育し、彼らと共に前線を強化するとの命令を下した。当然これは金日成の名前による命令なんです。つまり朝鮮戦争が始まった途端に、南にいる非常に優れた人材を拉致してこいと、それを再教育して北朝鮮の人間にするんだということを言ってるんですね。朝鮮戦争拉致家族連合によると8万2959人が拉致され、8万ですよ、そのうち少なくとも2万人が政治家、学者、官僚、公務員、これは当時の韓国ですね、2万人が政治家、学者、官僚、公務員であったと。他国の人材や労働力をさまざまな手段を駆使して調達するというのが北朝鮮のお家芸のようであったるだったというふうにお書きになってますが、日本人が頻頻と日本海側から例えば北朝鮮工作員に拉致されたのは昭和47年、1972年頃の話ですから、それよりも20年近く前からすでに北朝鮮は拉致というものを組織的にですねやっていたということだと。しかもこれは日本、韓国だけじゃなくてアメリカやその他を含めて14カ国に及ぶらしいです。いろんな国からいろんな人間を拉致し北朝鮮に連れて行ったということなんですね。それでヘンリー・ストークスさんのお書きになったことで、なるほどと私は非常に同意し、勇気づけられたのは、ヘンリー・ストークスさんは拉致事件は北朝鮮による国家犯罪であると、そのことに何の疑義もない、しかし私には拉致事件は戦後日本の矛盾が生んだとそう思えるとおっしゃってるんです。戦後日本の矛盾とは何かというと、日本国憲法は平和憲法と呼ばれるが、その平和憲法の下で日本は外国工作員によって主権を侵され、自国民を平然と外国へ脱出されていたのである。その数は特定失踪者問題調査会の代表である荒木勝弘氏によると470名、さらに警察当局は拉致の可能性を踏まえて捜査をしている行方不明者は880人も及びます。平和憲法の下で日本国民が外国の工作員によって堂々と拉致される、
そのどこが平和であるというのであろうか。日本憲法が平和を愛する諸国民の公正と審議に日本国民の生命を委ねるなどという不条理を掲げていなければ、拉致問題はもっと速やかに解決へと向かっていたかもしれない。実際にレバノンの国ですね。実際にレバノンは北朝鮮に拉致された自国民の返還を要求し、北朝鮮はその際即座に返還しています。その理由は素朴であると。北朝鮮が拉致被害者を返還しなければ、レバノンは北朝鮮と戦争することも辞さずということを意思表明したからであります。憲法9条が戦争を放棄するとか、軍隊は持たないとなどと能天気な宣言をしていなければ、日本海を渡って日本の海岸線に近づいた北朝鮮の工作船や不審船は、日本海軍、まあ、要するに日本の海上自衛隊とか海上保安庁のことを言ってるんですね。日本海軍により臨検もされ、場合によっては撃沈されていたであろう。そのような国へは工作員も容易に侵入することができない。平和憲法があったために日本の平和が脅かされ、学校のクラブ活動から帰宅する女子中学生が外国工作員に拉致されたとしたら、それはブラックジョークでは済まされない。もっと深刻な問題は海上保安庁も警察も不審船や工作船の存在、そして拉致の可能性にも気づいていたことだと。しかしそれを認めさせなかったのが与党の自民党、あるいは野党の社会党、共産党など親北朝鮮勢力であったと。日本政府や日本の国会議員が拉致を見逃すような働きかけていたのだと。もうこれは全くその通り 100% 私も同意いたします。まあ私も何度も言ってますから、もう今回も実名出しますが、例えば有名な女優である吉永小百合さんが、憲法9条があったから我々日本は戦後ずっと平和でいられたんだということをあちこちでおっしゃって、またそのことを信じていらっしゃる人たちがいかに多いか、私の周りにもたくさんいます。吉永さんがそう言ってんだからというふうに、その同意する賛同する方がたくさんいらっしゃると。しかしこの今私が読み上げましたヘンリー・ストークスさんのこの言葉は皆さん一度聞いてみてください。平和憲法などというもので日本を守る気ないということを宣言したために、北朝鮮が堂々と、他国の領土まで侵入し、他国の国民をですね拉致し本国に連れ帰る。本来ならこれは戦争してでも取り返すというのが筋です。それは先ほどレバノンの例がありましたけども、レバノンという日本に比べれば小さな国です。それでも戦争するぞと言って凄んだら、北朝鮮はその拉致被害者を返したというんです。ならば日本も自衛隊特殊部隊もあるでしょうから、なぜ北朝鮮に対して堂々と返さなければお前のところに攻め込むぞとなぜ言わなかったのか。それを言えなかったのは憲法の存在である、憲法9条の存在であり、あるいはケニストックさんもお書きになっているように野党だけじゃなくて与党自民党の中でも北朝鮮のそういうような犯罪行為に対して目をつぶってきた。それはやっぱり憲法の悪影響としか私は言いようがないというふうに思います。ヘンリー・ストークスさんは、私は日本は自国の軍隊を持ち、自国民の生命財産はまず自国の軍隊が守るべきだと考えている。軍事同盟は安全保障上で重要であり必要なものである。しかしそれ以上に重要なものは自国の防衛は自国の軍隊がまず果たさなければならないということである。日本国民の生命財産はまず日本が国家として守らなければならない。そのために軍隊は必要である。国民を守る国軍はどのような国家にも必要である。そうでなければ国家の主権を守ることはできない。外国の軍隊が侵攻してきた時にいつでもアメリカ様に代わって戦ってもらおうというのか。そんな国は独立主権国家ではない。自らの国は国民自ら血を流し守る覚悟が必要不可欠なのであると。それぞれの国にはそれぞれの国の大義がある。たとえ同盟を堅持したとしてもいつでも国益が一致するというものではない。同じ理念に立っていたとしても一緒に戦闘できるとは限らない。
だから自らの国は自らの軍隊が軍隊で守る必要があるんだ。例えば尖閣諸島を守るためにアメリカが中共、これ中国のことですね、中共と戦争するであろうか、尖閣を守るためにアメリカ市民が血を流すことにアメリカ市民が熱烈な賛辞を示すであろうか、尖閣で仮に戦闘が外国の軍隊と起こった場合、日本の軍隊が対峙するのは当然だろう。そこでアメリカ助けと叫んでいるようでは、独立主権国家としてどこの国が認めるであろうか。拉致問題で言えば、拉致問題を解決してくれとアメリカに懇願しなければならないようでは、独立主権国家の気概に欠ける。拉致された自国民は自らの独立主権国家の尊厳に従って断固として取り返す気概がなければならない。平和は何よりも尊い。しかしその平和は時に力によってもたらされることもある。正義なき力は許されるべきではないが、力は伴わない正義も無能であるのが現実であると。海上保安庁や必要によって海軍が適切な対処をしていれば、もしかしたら拉致は数百件というような大規模な展開にはならなかっただろう。日本国憲法と9条は平和の理想を掲げているが、拉致問題を例にとってみると、平和と正反対の現実を引き起こしてきた実に不都合な真実と言えよう。独立国家にはその国家の国益を守るために国軍が必要である。それは侵略戦争を起こそうとか侵略戦争に加担するという意味ではない。軍隊を持つと侵略戦争を行おうという行為があるなら、世界中の軍隊を持つ国は侵略戦争国家になってしまう。軍隊を持つのは原則国防のためである。逆に例外なのは中国と北朝鮮である。軍隊は国家の軍隊でなく、党、共産党の党ですね、党の軍隊である。国軍を持たず党が軍隊を持っているわけである。日本になぞらえると自民党軍が存在するようなものである。そもそも連合国の占領下で憲法9条に反対し軍隊を持つことを強硬に持つことを訴えたのは共産党だった。理由は明白だ。日本が共産化したときに共産党に軍が必要だと判断したからだ。当時代々木の共産党本部には武力革命を遂行するための武器弾薬が隠されていたとも言う。まあ、こういうことを聞けばですね、日本国憲法ができたときに共産党が唯一この憲法制定に反対したという理由もよくわかります。その時共産党がまともだったということよりも共産党軍ですね、中国や北朝鮮にはそういうものが必要だから、国軍としての自衛隊はいらないということでこの憲法はいらないということを言ったということなんですね。目から鱗ですが、後半、もしこれ続けたいと思います。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。